皆さんこんばんは、バーネコマタヤの新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今回はちょっとマニアックなカクテルですね。ウイスキーフリップというカクテルをご紹介したいと思います。まあ、聞いたことない方多いんじゃないでしょうか。このカクテルはすごく古くて、1862年、今から150年近く前の時に、伝説的なバーテンダーのジェリー・トーマスさんという方がいるんですけども、そのジェリー・トーマスさんが、自分の自伝じゃなくてカクテル本のね、バーテンダーズガイドっていうのをね書いたんですけども、その中で初めて紹介されたというカクテルです。特にねすごいのがね、このカクテル初めて卵を使ったカクテルをそのバーテンダーズガイドの中に載せて、そこからねカクテルの中に卵を入れるというのがね、通説になったという話なんですけどもね、その150年ぐらい前に作られたカクテルを今再現しようという話ですね。はい、150年前ですよ。ね、すごい古いですよね。もうね、幕末ですからね。僕歴史が好きなんで、はい、1862年っていうとあれですよね、神戸の海軍操練所で坂本龍馬さんがね、日本を今一度選択いたし申し候ろうとかってね言ってた頃ですよね。もう一回ちょっと雑だったんで、もう一回言っていいですか。日本を今一度選択いたし申し候ろうって感じですかね。すいません。はい、そんなことがあったわけですからね、なんか感慨深いカクテルだなというふうに思います。はい、それではね、僕の話はこんなもんで、あとは飲みながらちょっと説明していきたいと思います。じゃあカクテルを作るんですけども、実はねこれドライシェイクって言って、卵はね昔やっぱ攪拌しにくいじゃないですか。なんで材料を全て氷が入っていないシェーカーの中に注ぎ入れてシェイクをするんです。そしてここでね攪拌をしっかりした上で氷を入れて再度シェイクするっていうやり方が当時はやっていたんですが、今近代ですからね、特にね僕の動画を見てる方はすでに気づいてるかもしれませんけど、僕はスピンドルミキサーというミキサーを使って攪拌していきたいと思います。なので材料全部ねこちらのね中に注ぎ入れて攪拌してシェイクしていきます。はい、では作っていきましょう。まずはねウイスキーなんですけど、スコッチウイスキーですね。スコッチウイスキーを 50ml、 そしてシュガーシロップ、シュガーシロップを 15ml 注ぎます。そしてアンゴスチュラビターズっていうのがあるんですね。アンゴスチュラビターズっていうのがあるんで、アンゴスチュラビターズを2ダッシュです。そして先ほどお話しした卵ですね、卵を入れていきます。これらを1回攪拌するためにスピンドルミキサーでねちょっと混ぜたいと思います。ちょっと上の方に行きますね、上の方が見やすいもんね。はい、これでしっかり混ざりました。これにシェーカーですね、シェーカーに全部材料を注ぎ入れて氷を入れて、そしてシェイクします。フリップはカクテルによっては卵黄だけを使ったりするバージョンもあるんですけども、今回はね、全卵、卵白も卵黄も全部入れてしまっている形で創作をしていきます。はい、じゃあ吸っていきましょう。そして最後にナツメグ、ナツメグね、これね、フレッシュがある人はゼスターグレーターとかで削りながら
やってもいいんですけどね、僕は今回粉末でちょっとナツメグを香り付けにかけていきます。はい、お待たせしました。これが僕の作るウイスキーフリップですね。お待たせしました。じゃあ飲んでみ、ね、飲みながらちょっと話したいと思います。いただきます。どうぞ。サルー。多分これね、飲んだことない味だと思いますよ。まあ、言ってしまうとこれね、ウイスキーじゃなくてね、実はラムフリップっていうね、ラムをベースに使ったりするカクテルの方がもしかしたら有名かもしれない。だとするとエッグノックっていうカクテルがあるんですよ。飲んだことあるかな。結構特にね、アメリカとかではね、クリスマスのね日に飲むカクテルとして有名なんですけども、まあラム酒とかね、ブランデーとか、そして卵が入って、まあそのシロップが入って作るカクテルなんですけど、そのまあエッグノックに非常に近いカクテルかもしれません。ただしエッグノックと明らかに違うのは、フリップってね、ほとんどフリップってカテゴリーの中は卵はまあ卵黄だったり卵白だったりするんですけど、まあクリームを入れないことですね。フレッシュクリームとかを入れるとちょっとエッグノックになっちゃうかな。やっぱフリップは卵は使うけど、まあ、クリームを使わないというのが特徴の一つかもしれません、ね、昔はね、イギリスの方ではその、まあ、バーテンダーズガイドで紹介する前はその前からフリップあったんですけども、なんかね、暖炉がありますよね。暖炉の中にくべたりする棒が、それをね、チンチンに熱してね、熱くして、それをまあ中にね、まあなんていうんですか、まあ、マグカップみたいなものに満たして、それを入れてね、温めてね、ビールも入れてね、温めて飲んでたのが最初だっていうふうに言われてるんですけどもね。だから未だにイギリスの方だとフリップっていうと、まあ、エールビールを入れて温かいカクテルとしてね出されたりするんですけど、まあ、卵が入るんでね、上手に作らないとね、ちょっと分離しちゃったりね、まあ、かき玉になっちゃうんで、まあそっちの難しいカクテルなんで、今はね冷たい方が主流になってますけども、はい、こういうちょっとマニアックなカクテルもあるってことでね、まあマニアックばっかりだとちょっとあれなんで、有名なカクテルとね、ちょっと知ってると面白いカクテルとかね、まあ両方ご紹介できたらいいなっていうふうに思ってます。はい、じゃあまた来週も楽しい動画お届けしたいように僕も勉強してきますんで、じゃあまた来週お待ちしてます。じゃあまたね。